遊びに来たの？えへへ、ちょっと休憩。お仕事ばっかだと肩凝っちゃうしね。楽なことないよ、大変なんだから。この頃は平気かな。あ、昨日ね、帰りの電車で変な酔っ払う親父いた。お前らは何にも知らないんだってお説教されそうになったから車両変えた。それくらい。どうしたの？なーに？心配してくれたの？あ、だって学校の時間でしょ？心配で抜け出してきてくれたとか？わ、マルのやつ、子供誘惑してるよ。まあ、ゆきちゃん、そんなこと言っては失礼ですのよ。あれだと思うね。年下だとイニシアチブ取りやすいんだと思うな。悪い女だよね。やだ、もう覗いてる。わ、気づかれた。カルコさん、耳を。ごめんね、せっかく来てくれたのに。仕事戻る。後でどんな噂されちゃうかわかんないから。するじゃん。何してるわけ？あのおばさんと会ってんの？すげえムカつくし、マイだってさ、知ってることとかあるもんね。いろんなこと。わかんないけど、いろいろ。
かな。わかった。わかったからアイスをおごれ。でねでね、前ね、制服一番ちびっこのだった。それでね、緑色。チーフのシマさんね、赤。偉くなったらね、好きな色着ていいんだって。チムだったら何色着る？どんな色あるの？赤とか白とか紫とかピンク、あとね、トゲのついたのとかある。ねえ、はるかちゃんだったらどうする？そもそもあそこの制服着たくないし。もう、わかった。そいでね、そいでね、帽子もある。帽子もね、角とかつく。なんでだ？お待たせ。ちょっと遅れちゃった。ひどかったのよ。帰ろうってした時、課長に呼ばれたのよ。とか思って行ってみたら、計算ミスがあるよって言われて、変だなとか思って担当者見たらね、丸藤泉って書いてあるけど、私の字じゃないのよ。ゆきちゃんが勝手に私の名前書いちゃってたの。ゆきちゃん5時と同時に帰っちゃって、もうどこにもいなかったのよ。課長はね、直してほしそうな目してたけど、私じゃないからって逃げてきちゃった。だってそんなの明日ゆきちゃんが直せばいいじゃないね。ゆきちゃんでしょ？絶対ダメよ。怪しかったんだ。お昼休み終わったくらいからニヤニヤしてるし、まる、今日はどうすんのとか聞いてくるしね。なんか企んでるのかなって思ってたら、そういうことだった。直さなきゃダメだよ。そうじゃないとホチキスの針倉庫いっぱい届いちゃう。使うの10年くらいかかるよ、きっと。私じゃないよ。課長が直せばいいんじゃない？だって悪いのはゆきちゃんだし、私残業やだもん。やった藤丸。キャー、ガッツン、うっそ、髪赤い。いつから変わんないね、藤丸。今何してる？まだ学校。ああ、絵描いてるんだ。お父さん絵描きさんだったもんね。藤丸、なにあの子、彼氏？違うよ、やだ、友達。年下でしょ？みんなに教えなきゃ。藤丸、弟くんと一緒だったって。キャー、やめてやめて、そんなの恥ずかしい。やっぱり付き合ってたんだ。あれバレバレだったもんね。
本人たちだけ分かってないって思ってただけだもんね。ごめんごめん、なんかね、3年ぶりくらいだったからすっごく懐かしくって待たせちゃったね、ごめん。でもさ、困っちゃうよね、彼氏とか言われちゃった。そんなんじゃないのにね。弟くんだって、そんな風に見えるのかな。困る、そんなの。私悪い女みたいだよね。あ、ここここここね、よく買い物来るんだ。あんまり有名じゃないんだけど、生地がいいからね、着心地がちょっとお気に入りなの。あのね、考えてみたのよ、今日はきっと絶対じゃないかなって。ここの店員さんにね、かっこいい人がいるの。髪の毛はね、肩くらいまであって、クシャクシャってウェーブがかかってる。右眉のとこにね、ピアスしてるよ。なんで？別にそういうわけじゃないけど。そうだっけ？でね、ここがわかりやすいんだけど、耳たぶにね、雲のタトゥーがあってね、ちょっとかっこいい感じだよ。だからね、ね、この前みたいに王子様かどうかそーっと探ってきてくれない？多分ね、今回は大丈夫だと思うし。大丈夫だと思うけど。ねえねえ、かっこよかったでしょ。ねえ、王子様っぽかった？ああ、わかった。彼女だ。たまんないんだよ、マジで。いや、わかるんだ。サイズ一つ小さいの着たいってのは。ただね、彼女の体型だと太って見えちゃうんだし、それはどうしようもないんだから。やめてほしいんだよね。試着でボタン飛ばすとか、ジッパー壊しちゃうの。頼むから自分のこと、もうちょっと分かってくれって。なんで？絶対そうだと思うけど。そうなんだ、変だな、絶対そうだと思ったんだけどな。なに？どうして？そうかな。だってゆったりしたのって、ほら、ちょっと太って見えたりするじゃない。そうだと嫌だったりするし。何それ、子供のくせにお世辞言ってる。そっかな、そんなことないけど。そう？じゃあ今度そういうの着てみようかな。
そうしてみよっかな。え？でもなんでそんなこと急に言い出したの？やだ、子供のくせにおませさんなんだから。もうそんなこと言われたら、お姉さん照れちゃうじゃないのよ。じゃあね、じゃあね、また連絡する。今度はきっと大丈夫だと思うし。この前の子大丈夫だった？あ、たまちゃんって言うんだっけ。一緒に通ってたりするんだよね。仲いいんでしょ？いいけど。あ、なんだっけ。そうそう。いるよ。いるけど。例えばね、冬木課長っているけど、かっこいいしね。独身だし、清潔だし、人のことエッチな目で見ないし、仕事しててもかっこいいしね。王子様って言われたらそうかもしんないけど、やだ、何一人で笑ってんの？ダメダメ、公務員は王子様じゃないよ。だってタイムカードとか押さなきゃなんないんだよ。時間ギリギリでハハ言いながらガシャンって、そんな王子様いないよね。ねえたまちゃん、聞いた？なになになに？影の話。わー、知ってる。あー、知ってるんだ。怖いよね。怖い怖い。ハルさん、怖くなの？別に。に自分の影に話しかけると影返事すんだって。でね、その後ね、影走って逃げちゃう。それでね、影が逃げちゃうとね、だんだん姿が消えてって100日で死んじゃうんだって。マイ聞いた、本当だ、怖い。怖いよね。怖い？どうして？え、だって影が返事したら怖いじゃん。返事しないし。え、
だから返事したら。だって返事しないから。ああ、もうハルさん違う。タマちゃん、ハルカちゃん、そういう話信じてないから。だってチムは信じる？わかんないけど。怖いよね。怖い。何？まさか信じてるの？はあ、もう二人で見つめ合わない。見つめ合ってなんかいないよ。ダメ、前も混ぜろ。タマちゃん、それすごく変。あ、こっちこっち。今日はね、早めに来たよ。今日はね、有給取ってずる休み。でもね、今日は仕方なかったのよ。昨日夜ね、映画見ちゃったの。踊る大捜査網エピソード1ってやつ。見るつもりなかったのに最後まで見ちゃって。青柳くんかっこよかった。で、寝ようかなって思ったらお外明るいのよ。まずいかなって。起きたら8時45分なんだもん。こりゃダメだって思ったから、カオル子さんに電話して有給ってことにしてもらった。無断じゃないよ、ちゃんと電話入れたもん。それにね、有給は繰り越しできないから使っちゃわないと損するんだよ。それにね、ちっちゃい頃の青柳くんね、悪かったのよ。お父さん傭兵で。なのにさ、テレビのやつって刑事だったじゃない。なんかあったんだよね、きっとね。悪から正義に変わるようなこと。気にならない？すっごく気になる。お部屋掃除して、溜まってたお洗濯物洗濯して、お昼パスタ茹でて、近所の公園でちょっとお昼寝して、それから出てきた。だって毎日働いてるんだから、たまにはいいじゃない。そうそう、それでね、今日はね、一日考えてみたの。だからね、今日はね、ちょっと自信あるんだ。恥ずかしくないよ。だって王子様なんだよ。全然恥ずかしくなんてありません。そんなことないよ、安い安い。だってたまにしかこんなお店でお買い物できないもん。でもさ、でもさ、こういうところでショッピングとかするとちょっと気持ちいいじゃない。いつもと違うって感じして。近所のスーパーとかだけだと気持ちが地味になっちゃうし。だからね、月に 2,3 回は来るようにしてるの。お給料日の次の日とか。そういうものなのよ。でね、
ここのフロアマネージャーがね、いい男なんだけど、見てたらね、用事もないのに商品のこととか質問してる人いるけど、絶対みんな目つけてる人なんだ。その人がね、私が行くとね、じーっと見つめてるの。最初はね、え、エッチな目で見てるのって思ったんだけど、全然違う。すごくね、優しい目なの。見守ってくれてるって感じする。だからね、今日の人は絶対間違いないと思う。絶対王子様。頑張ってね。今日の人はね、絶対絶対大丈夫だと思うから。どうだった？面白かったでしょ？外国って感じのお店だったでしょ？すぐ見つかった？あの人かっこいいし、いつもお店に出てるから大丈夫だったでしょ？ああ、あのグラマーなお客様ですね。わかりますよ。え？いや、見つめてるわけじゃ。そうですね、あのお客様、失礼ですけど、ちょっとヒールが高すぎるのではないかと思うことはあるんですよ。何度か足がもつれてディスプレイに突っ込まれたことはありますので。そうですね、見つめているというより心配で目が離せないと言った方がいいかもしれませんね。そう、うちの子が2歳半なんですけど、そんな危なっかしさが。どう？王子様度何パーセントぐらいだと思う？私のこと見てたりするよ。私わかるもん。だって納得いかない。すごく王子様っぽいのに。ちゃんと聞いてきてくれたの？私のこと見てるんだよ。結婚してるの？あ、違う。じゃあ王子様じゃない。全然違う。なんだ、結婚してたんだ。つまんない。そんなの王子様じゃないよね。がっかり。当たり前でしょ。子供もいるんだ。うわー、つまんない。王子様とか思って損しちゃった。もういい、もうあのお店行かない。そうよ、そういうものなのよ。だいたいね、ドリアンとか積まれても困っちゃうよね。皮すっごく硬いしさ、めちゃめちゃ臭いじゃない。売り場なんてね、ブワーってすっごい匂いしてるもんね。ああいうのはお店をやる人もちゃんと考えた方がいいよね。だいたいね、最初からこの人は王子様じゃないかもって思ってたんだ。王子様って割にはちょっと所帯臭いしね。そうそう、
生え際とか交代気味だからすぐ薄くなっちゃいそうだったしね。なんかね、王子様かもってドキドキして損しちゃった。王子様はもっともっとかっこよくって素敵な感じじゃないと変だもんね。そうよね、ヨーグルトの賞味期限チェックしてる王子様ってちょっと変だもんね。この辺りかな。違うか。あ、逆さまだこの地図。あれ、ここにこんな建物あったら変じゃない。なんてないよね、こんなとこ。まあいっか、一応探してみようっと。教えてもらった。カエルとか激
ゲジゲジ粉にしてる。一緒行こう。気持ち悪い。早いね、しっかりさんだ。あのね、映画見に行かない？だって、今日はね、映画館行きたい気分なのよ。そういう気分、時々ならない？なんでもいいかな。どうせなら、面白そうなのがいいな。どうしようか。わあ、ねえ、何見る？それ知ってる。本当はテレビだったのをすっごい CG とかで新しくしたんでしょ。なんかね、ワンワン泣いちゃうんだって。あのね、私ね、ちっちゃい頃最終回テレビで見た。全然覚えてないけど。あー、見たい見たい。宇宙一万円札よ。本当はね、途中で泣きそうなとこいっぱいあったんだけどね。でもやっぱり宇宙一万円札よ。だって宇宙泥ついてたじゃない、五郎さんの指の跡。もうワンワン泣いちゃうよ。ライトグローもさ、好きな男のとこ行くのはいいけど、ちょっとだけでも寄ってあげればいいのにとか思うけど、なんかね、気持ちわかるしさ。でもね、でもね、最後はちょっとやりすぎだと思った。なんで五郎さん宇宙でタキシード着て踊るんだか全然わかんなかった。でもな、私の好きな五郎さんって、ライトグローが来ても何にも言えなくて、一人で宇宙焼酎飲んでたりするとこなの。あ、思い出したらまた泣けてきちゃった。分かってるけど、思い出したら。あらあら、やだわ。
女泣かすの早すぎるんじゃないかしら。まったく末恐ろしいね。違うの、映画見てきたの。それでね、思い出してただけ。あらら、やだ、デートだったのね。マスター、違うよ、映画見ただけだってば。ほっほっほ、映画といえばデートの基本よ。さ、野暮なお邪魔虫は退散退散。もうマスター、違いますからね。おほほほ、照れちゃって可愛いわね。やだ、デートじゃないのにね。ねえ、違うのにね。変なこと言うよね。そんな風に見えるのかな。あ、そうなんだ。沖縄行ったよ、みんなで。シーズンオフの安いチケット。3日間雨降りで嫌になっちゃった。あと色会で西伊豆、カワハギとかわさびのソフトクリームとか食べたな。美味しかった。そうそう、すっごく臭いの食べたんだよ。お魚の内臓を集めて塩辛にしたやつ。漁師さんのおかずで癖になるって言ってたけど、私はそうでもなかったな。お酒飲みの人にはいいって言ってたけどね。やだやだ、これだから子供は地元の美味しいものを食べるのが旅行の醍醐味ってわかんないんだもんな。でね、西伊豆の旅館でね、かっこいい板前さんがいたのよ。よく考えてみたんだけど、王子様って一芸に秀でてるって感じしない？大丈夫、私は全然平気。平気よ、だってきっと事故だもの。うん、事故なんだから。あんね、そいでね、マイね、オムライス好きかもって思った。そしたらね、カトさんね、難しい顔してた。ね、オムライス美味しいじゃんね。どうした？違う。
なんかね、心配な顔してる。どうした？お腹痛い？なんだっけ。あ、それでね、シマさんにね、難しい顔されたって言ったらね、笑ってた。向こうがその気あんだからもっと高いもの言えばいいのにって。でもさ、オムライス美味しいじゃんね。あ、元気だった？うん、そうならいいけど。火が回るぞ、早く逃げろ。でも、もうやだわ、おえそ入りみたいな顔してるんだから。じゃあ、私がすごくおいしいもの作ってあげるんだから、元気出して。隠してることなんかないよ。だって私、秘密なんて全然ないし。だな、アニメとかばっか見てるんでしょう。あ、ほら、職場にカオルコさんって先輩いるって言ったじゃない。あの人ゴスロリだから、いつでもコスプレみたいだけど。うん、私もそう思った。ゆきちゃんなんて嘘ばっかついてんのに全然バレないんだよ。それなのに、なんで私が嘘つくとすぐバレちゃうの？あ、そうなの？そうなんだ。だって誰か教えてくれればいいのに。
話さなきゃダメ？この町にね、変なことがあるのよ。気のせいかもしれないけど、もう一つ見えない町がどこかにあるの。うん、よくわかんないんだけど、町にもう一つ町が重なるって感じ。最初はね、職場のパソコンで変なデータ紛れ込んでるの見つけただけだったんだけどね。そしたらさ、冬木さんってかっこいい人いるって言ったじゃない。その人に呼ばれてね、トラブルを発見してくれてありがとうって言われたのよ。冬木さんにそんなこと言われたら嬉しいじゃない。だからね、データコピー取っておいたから、もっといろんなこと見つけたらまた褒めてもらえるかなって思ってね、調べてみたんだ。私にもよくわかんない。でもね、変なの。行ってみたけど、本当はどこにもない住所とか、つながらない電話とか、そういうのがデータの中にあったのね。でね、そのデータだと、うちの役所ってね、フロア数がすっごく多いの。知らない部署とかいっぱいあって、なんだか変なのよ。だってさ、保安部とか、管制室とか、生物科学研究棟とか、そんなの行政サービスと関係ないよね。そう、もしかしてよ、架空の予算を計上しての汚職だとかってことだったら大変じゃない？また風当たり強くなっちゃう。だってさ、今だってね、この豪華な庁舎は血税の無駄遣いであるって朝とかに解決ゾロがね、チラシ配ってるのよ。仕事してても拡声器で怒ってるしね。そんなこと言われても私のせいじゃないのになとか思っちゃうしね。なくなっちゃったの、捨ててないのに。パンドラプロジェクトってファイル。カオルコさんにね、聞いてみたんだ。パンドラってなーにって。あの人そういうのめちゃくちゃ詳しいから。私だとね、パンドラの箱を開けると希望が残ってましたくらいしか知らないし。そしたらね、詳しく教えてくれた。パンドラって神様が人間に復讐するのに送ってきた絶世の美女なんだって。で、嫁入り道具がパンドラの箱だから、箱開けちゃうと不幸がいっぱい出てきたんだって。そう言ってたよ。でもね、外国の名前いっぱい言ってたから全然覚えられなかったの。カオルコさんって変なこといっぱい詳しいよな。あ、それ全然関係ない。王子様は王子様でちゃんと探してる。絶対どっかにいると思うんだ。だって誰か助けてくれてると思うし、それはそれでありって感じしない？あ、
な話しちゃったらちょっとお腹空いちゃった。マスター、今日は何作ってくれるかな。ねえ、何作ってくれてるか聞いてこよっか。すごいすごい、カウンター覗いてきた。お誕生日かと思っちゃった。すっごいよマスター。私がね、落ち込んでるからって大サービスしてくれたみたいなの。何が出てくるか聞きたいんでしょう。ダメです、秘密。お待たせしちゃったかしら。ね、考えてるのよ、どうしようかなって。今日はね、仕事が忙しかったのよ、かなりクタクタ。そんな時にさ、もしもよ、王子様とばったりってことになるのやだなとか考えてる。だってお化粧も気合入ってないし、歩く時猫背だし、どうせだったら一番綺麗な時に会いたいよなとか思うしね。それもね、疲れるから嫌かなとか思って。でもお家帰ったらさ、着替えてお化粧落としてお風呂入ってってしなきゃダメじゃない。それがめんどくさい。わがままでいい？今日は何もしたくない。てえな、バカ野郎、どこ見て歩いてんだこれ、おっと、お姉ちゃん気をつけなきゃいけませんね。怪我しませんでしたか？それとも何、一緒に飲みに行きたいとかなのかな。え、あ、そんなことは。やだな、怖がってるんでしょ。お兄さんはね、こう見えても心の中は慈愛に満ち溢れてるんだよ。同意なしで外国に高値売却したり、違法薬品の大量摂取させたり、特殊な接客業を無理強いしたり、そんなことはなるべくしないように心がけてるしね。そうそう、兄貴は人権派だからね。うん、ごめんなさい。じゃあ私たち。あれ、お姉ちゃん、やだな、人にぶつかったのにそれだけで帰っちゃうの。
それは人としてどうかと思うよ。やっぱり誠意を見せてくれなきゃ、こちらもそういう対応をしなきゃいけなくなっちゃうからな。あの、誠意って何ですか？だからね、ちょっと飲みに付き合ってくれれば、ああこの人は誠意ある人なんだなってお兄さんにも理解できると思うんだ。そうそう、兄貴はグラスに姉と人間薬物入れたりしないしね。もういいから行こう。あ、やだなお姉ちゃん、そういう礼儀知らずなことをするとお兄さんも職業上の応対しなきゃいけなくなっちゃうよ。あ、お姉ちゃん、どこ行くの？そういうことするとうちの事務所に連れて行きたくなっちゃうんだけどな。3階の部屋空いてるな。兄貴、監禁はダメっすよ。あくまで軟禁で。こっち行こう。やだ、行き止まり。そんなのできないよ。それにだって君どうするの？できないできない、そんなのダメよ。なんか踏んだ、くにゃってしてた。嫌なもの想像しちゃった。もうダメだって、あと一軒だけだから。兄貴、お行儀よく兄貴のこと待ってますぜ。そんなのできない、一人でなんか行けないもん。ああ、もう逃げられないよ。ねえ、ちょっとだけでいいから事務所行こうね。帰りたくなったら帰ったっていいんだよ。どうしたのお姉ちゃん、怖くないって言ったでしょ。仕方ないな、そっちまで迎えに行ってあげようか。やだ、どうしよう。あ、ダメ。あ、なんだこのガキ、引っ込んでる。こら、こら小僧、お姉ちゃんは優しくしてやるとは言ったけどな、なめてんじゃねえぞ。こらダメ、ね、お願い。最終も出ちゃったの。あ、ここどこ、俺誰だっけ。兄貴、酔っ払いです。ああ、ほら、気ぃつけろ。それ、何しやるんだ、この野郎。
でも、あの人大丈夫かな。